アイドルだよね。話題性ですか？話題性。そうそうそう。オーサムゲームなら多分名前から名前に入ってクラスでオーサムゲームをしますから、え、3人でオーサムゲームするのみたいな、うわーちょっとエロいかもみたいな。カズミが言ったらカズミ何か知る？いや知ってる。アミカズミはブサイクでした。めっちゃブサイクアイドルやってます。知ってるカズミって、めっちゃブサイクな割にアイドルしてんだろみたいないう、なんか一個の広がるところあったら違うのかなと思って、うん、あ、ちなみにね、一個ネタがあるとね、今日ちょっと服が違うけど、昨日何気に空港に向かいにくれたんよね。まあバッタリーみたいな感じで、その時ね、服逆だったからね、この時ね、服逆だったからね、この時ね、服逆だったからね、この時まあ、はっきりと懸念だよね、ほんとに。あの服逆だったのは、金沢さんに会えるでしたで、慌てすぎちゃったんですよ。それで、絶対そうだからね、そんなあるわけねえだろ。慌てすぎちゃって、っていうのと、プラスなんかちょっと裏返しの方が、親近感湧くかなみたいな。湧くわけねえじゃん。